ミサイル駆逐艦。キット級ミサイル駆逐艦のネームシップ。艦名は太平洋戦争での真珠湾攻撃において戦艦アリゾナに上艦し戦死したアイザック・キット少将にちなむ。彼は第二次世界大戦で戦死した最初の海軍将艦であった。当初はイラン王国によって功労手の艦名で発注されたが1979年のイラン革命で キャンセルとなった。その後強力な空気浄化機能、フィルターによる防砂機能、生物化学兵器戦への対応能力を持つ本艦は、アメリカ海軍によってペルシャ湾と地中海での作戦行動に適任と認められ、採用されることとなった。キットは1981年に収益する。1987年には大西洋艦隊で、 マージョリー・ステレット戦艦基金賞を受賞した。キットは1998年に退役した。退役後キットは2004年に、同級三隻と共に、台湾に売却された。当初台湾海軍では一番艦をキットを中国語、訳した、キー・イサオキテと命名する予定であったが、艦の状態からキットは、新ミサイル駆逐艦の三番艦とされ、 道徳とんケと名付けられる予定であったのが変更となり、左 A と命名された。キールン級駆逐艦のネームシップは、スコットとなった。ありがとうございます。